まずはですね、初心者さん向け簡単バージョンは、この曲はね、三拍子っていうかの曲で、このワンブロックに、1、2、3、4、1、2、3という感じで、3が2つの6回弾くということです。じゃんじゃんじゃん、じゃんじゃんじゃんという感じでやってみようと思います。普段とちょっとノリが違いますけど、この3拍子の曲。これを意識しておいてくださいね。ワンブロックで6回弾くということになっております。それでは早速やってみましょう。煙突町のプペルがずれる流簡単バージョンやってみます。せーの。ハロウィンの夜にやってきた体がゴミのゴミ人間。煙突町はお騒ぎ、ひどい匂いさ、臭い臭いと生やされて、君は外に弾かれる。煙突町のプペル、ウクレレで超絶簡単バージョンやってみました。コードは入門コード4つ。この4つのコードはウクレレ始めた人がその日に覚えるコードで今やってみました。ちょっとリズムは1、2、3、1、2、3という風なリズムだったんですけど、これはですね、ゆっくりやればできると思われます。そしてですね、今テロップと一緒にできた方、そのままやっていただいてもいいんですけど、それだとね、公演で弾きたい時とか、YouTube 見ながらだとあれじゃないですか、だからノートに書いて、で、いずれは覚えちゃうのがいいと思いますね。で、今のはもちろんショートカットバージョンですので、フルでやりたい方はちょっと聞いて、これ延長していくとフルコーラスできますんで、ノートに書いてください。その時の参考になりますように私のノートを見ていただきます。はい。ここにも書いてありますけど、3拍子、これ1ブロック6回弾くということですからね。はい。で、今のこれ、イントロは後半やるかっこいいバージョンでやりますんで、ここは今シンプルバー、簡単バージョン省略しました。で、こっからです。はい。こっから歌がします。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい、6回。で、ちょっと見てもらいたいんですけど、この今赤ペンで書いてるところが今やった初心者バージョンのコードです。つまり、ここに書いてある方が、後半やるかっこいいバージョンで本当のコードというか、こっちの方がベターですからね。はい。かっこいいバージョンではこのコードを使います。今の赤く記したコードが、シンプル簡単バージョンということになっています。一時停止でメモっててください。動画のテロップを見てメモってもらってもいいと思います。はい。はい。こうやって書いていくのが大事になりますからね。いいですかね。はい。じゃあ次の箇所。ごめんかな。はい。西野さん、ほんとこう、すごいいい曲ですよね。ほんとすごいですよね。もう本当にね、尊敬します。はい。まあ、世界観、本当にもう、絵本の世界観、もう見事に描かれているということで。で、今のはですね、この最後、ガズレレオリジナルバージョンでも、ここ最後ね、もう一回、サビを繰り返すってことなんですけど、今のは最初のサビやったところで、まあ、練習用として終わりました。後半のかっこいいバージョンでは、こう、サビ繰り返してやろうと思います。はい。じゃあ、出てくるコードですけど、確認しましょう。今やった、シンプル簡単バージョンはこの C と F と Am と G7。このコードがもう超絶入門コードなんですよ。はい。いやー、これでできるとやっぱりね、このコードの少ないっていうよりは、やっぱりその上で繰り広げられる歌詞のロマンとか、このメロディーとかやっぱりね、よっぽど大事ということで、この超入門基本コードで、やっております。それを6回弾いた。1、2、3、1、2、3で1ブロック弾いたというのが今のシンプル簡単バージョンでした。では、ここから、かっこいいバージョン入っていきます。かっこいいバージョンでは2つコード追加。2つコード追加って言うとすごい大行ですけど、これは簡単コードですね。これはね、Dm と Em7 というコードなんですけど、ちょっとこのコードの解説とか、ウクレレのこと、とにかくここから始めてください。
ここの一番最初の動画から見ながらだんだんこうステップアップしてください。これでわかると思います。コードもそこで解説してますから。で、どっちにしてもこれ、全部のコード、かっこいいバージョンのコードまでやっても、簡単コードなんですよ。入門コードです。はい。この辺のことわかると、どんどんウクレレ面白くなります、ね。どんどんハマりましょう。はい。で、リズムなんですけど、さっきは、1、2、3、1、2、3という感じですけど、もうちょっとテンポ早めにして、ちょっと軽やかに、じゃんじゃかじゃん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 、ちょっと緩めて、テンポ早めにします。まあ、基本的には、1、2、3、1、2、3がたまに、じゃんじゃかじゃんじゃん。この、ちょっともうちょっと軽やかになって、テンポも早めということで、リズムもそんな感じですね。ちょっと軽やかな感じのイメージで、こう、リズム軽やかにやってみようと思います。はい。シンプルな曲ですね。このリズムのこのウキウキ感、回らないな。このウキウキ感をリズムでもこうちょっと加えていくという、そういうイメージがいいと思います。もちろん、歌詞の内容を頭でイメージして映像をね、頭に浮かべながら演奏すると、またさらにその曲がね、輝くと思いますんで。はい、そんなことイメージしながらやってみましょう。煙突町のプペルカズレレ流、かっこいいバージョンやってみる。弾かれる一人ぼっちのゴミ人間だけどどうだ、ゴミの体のそっくりは綺麗な跡がある。ご覧体の汚れなんて通り、見た目なんてどうだっていいのさ、君はとても素敵。ハロ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 リンプペプププペル、心優しいゴミ人間。ハロ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 リンプペプププペル、君は僕の友達。ハロ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 リンプペプププペル、街のプペル、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。こっちの方がちょっと軽やかでね、ダンザケダンダンザケダン、体もこうゆっくり吸って、あの世界観にこう入っていく、いいですね。音楽で一緒になるという感じがいいと思います。これあのもう歌もね、ほんとキッズとも一緒に歌えるような感じのイメージですんで、ほんとなんかあのコードもね、もう簡単だし、これはもう集まってちょっとこうみんなでこのあの世界観を共有して弾くのはもう最高だと思います。1111111、ガズレレの日、渋谷に集まれ。これ、本当にみんな来てほしいです。ウクレレ持ってですね。遠方の方も待ってますからね。時間帯、昼間の時間帯なんでですね、幅広いお客さんに来てくれるんじゃないかなというふうに思ってますんで、セッションする曲もね、今後ちょっとね、ちょいちょいこのガズレレ YouTube で公開していこうと思いますんで、事前練習もしてみんなでワイワイ盛り上がっていきましょう。はい、この懇親会でもバーっと盛り上がろうぜということでございます。ガズレレのアプリ、ガズレシピに新しい40曲のブロックが追加になっております。このね、あの新しいブロック、めちゃくちゃいい曲が満載なんですけど、ちょっとアプリのことについてもちょっとこの後解説していきます。ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある、清書されてる楽譜でですね、こっちはあのかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、この
このね、楽譜がですね、書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。Amazon とか、あと島村楽さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんと、ガズレレ楽しんでいる方だったら、あっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中、あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人ももりもりやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映って水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くと、いろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん、見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい。そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さん、どんどん音楽して、音楽仲間もね、どんどん増やしていくとですね、笑顔がそれも増えるんでですね、最高だと思います。はい。そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。